アブデラティフ・ケッシュは、チュニジア出身の映画監督、脚本家、俳優である。日本語では、ケシッシュとも表記される。1960年チュニジアの生まれ、6歳の時、両親と共に、ニースに移住。演劇に夢中になり、アンティーブのコンセルバトワールで学ぶ。2000年に、ラホーとはボルテアで監督デビューする。監督作の、身を交わして、と。 クスクスツブの秘密は、セザール賞で、作品賞、監督賞、脚本賞を受賞した。2007年の第64回ベネツィア国際映画祭では、クスクスツブの秘密がコンペティション部門で上映された。女優のアフシア・エルジが、マルチェロ・マストロヤン2賞と、ベルリン国際映画祭シューティング・スター賞ダブルを受賞し、他に審査員特別賞、国際映画批評家連盟賞、 シグニッツ賞スペシャルメンション、ヤングシネマアウォードを受賞した。2013年の第66回カンヌ国際映画祭では、アデル、ブルーは熱い色がコンペティション部門で上映され、パルムドールを受賞した。ありがとうございます。